はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、本日はですね、カメラマンマイチンと一緒にですね、僕の動画では2回目ですね、こちら北越谷にございますボディーブローさんに訪れております。こちらのねお店さんなんですけれども、以前僕が、お邪魔させていただいた時にはチャレンジメニューいただきまして、その際いただいたのが混ぜそば、5キロから6キロぐらいある超高難易度の混ぜそば、チャレンジさせていただきまして、結果的には失敗でした。失敗だったんだけど、その混ぜそばがめちゃくちゃうまくてですね、ちょっと今日は改めてマイチンと並盛りの通常ラーメンを食べようかなと。はいはい、2人とも初体験だね、ラーメンは。そうですね、ここはね、まあ僕がね前食った時はもう完全にこの豚だったりとか、あとは麺だったり、もう全体的なバランスがものすごく良くて、これは絶対ラーメンは美味しいと。2回目にはチャレンジメニューではなくて通常のラーメンを食べようかなと思っていたんですけれども、まあただね、食うのも面白くないよね。ですね。ということで、こちらボディーブローさんで、ちょっとやばい限定メニューがありまして、これ、今ね販売しておりますのが激辛冷やし混ぜそばということで、麺量 170g なので、通常の二郎系ラーメンよりは少ないんですけれども、とにかく辛さがやばいと。辛さに弱い方はもちろん、強い方も注意してお召し上がりください。この混ぜそばは辛いもの好きの方のために開発した商品ですということで、お店の方曰く辛くないとは言うんだ。言ってましたね。辛くない人は言うんだけど、聞いたらね、いわゆる中本さんの北極ラーメン、これをマックスまで辛さを増した10倍が全然辛くないよと、甘いよというような方なので、辛くないは全く信用しておりません。まあ、ただね、せっかく来てるし、動画させていただくので、僕だけ、前チンはもう本当に完全に辛いのが無理なので、僕だけちょっと辛い混ぜそばを2杯目にいただこうと思います。そしたら本日ですね、これ営業終了後お気遣いいただきまして撮影許可いただいておりますので、早速中に入って美味しいラーメンから食べていこうと思います。行きましょうということで、今ですねこのボディーブローさんの店内に入りまして、まあ、まずはね食券から買っていこうと思うんだけど、マイチンはどうする？やっぱりラーメン、これね極太麺と太麺があるんだけど、どっちがご希望でしょうか？極太麺食べます。極太で、サイズは？波中大、波ね、はい、でそうすると波盛り、極太麺だと茹で前で 300g ってことなんで、いわゆる通常の二郎系ラーメン屋さんと平均的に一緒かな。あとトッピングとかなんかいるのは一旦それで大丈夫です。一旦それで、はい、はい、了解でございます。したらマイチンと、まあ俺もこれにしようかな。ラーメンの通常並盛りだね。はい、これを2つで、今回ねこれを限定油そば、こちらですね、1500円の激辛冷やし混ぜそばも押させていただいて、俺はちょっと豚増ししたいな。ここの豚が本当に美味しいから。そしたら本日のメニューはこんな感じで行きましょう。行きましょうか。はい、お腹すいた。超いい匂いしてるもんですね。あ、入りました。あ、来た。めちゃくちゃ野菜多いね。思った以上に多かった。うわー、でもうまそう。ありがとうございます。いただきそう。うわー、うまそう。ということで来ましたけれども、本日ですね、まず最初にいただくのがこれラーメンということで、やっぱデフォルトめちゃくちゃうまそうだね。めっちゃもう香りがうまい。もうとりあえず早く食べよう。いわゆる YouTube みたく、そうそう、交互じゃなくていいです。美味しい状態を一番一緒にもう一気に食べましょう。食べましょう。はい、いただきます。急いでるか。いただきます。ちょっと俺スープからいきたいけど、野菜結構多いからスープ届かないね。あ、うまい、うまい、うん、またこうしっかり乳化系だから、この油の甘みが強いね。うん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 。うわー、うま。麺いっちゃおう。あ、ちょっと麺いいな。とりあえず先に。もういいよいいよ。うわ、おいしい。うまい、うまい、うまい。こぼれるうまさ。よかった、今日もその顔見れた。こぼれ出るうまさが。いいな、本当はスタッフがやるインサート仕事を僕がやってる。スタッフが死ぬほど食うっていう。俺まだ一口も麺食ってねえからな。うわ、めっちゃうまそうだね。やばい。むちゃくちゃグーです。めちゃ美味しいです。
うまっ。前回さ、チャレンジメニュー食べた時、あの混ぜそばだったので、それも極太麺らしいんだけど、やっぱり大きくてさ、結構火通っちゃうからもちもち感が強い状態だったのよ。でこのラーメンのこの揚げた直後の固めな感じがたまんなくうまいですね。めちゃくちゃいい、歯応えちょうどいいです。また油絡めてもうまっ。今俺めちゃくちゃ幸せなんだけどさ、この後大丈夫かな。一旦忘れました一旦忘れる。そっか、この推しのチャーシュー言っていいですか。これめちゃくちゃうまいのよ。そう、もう本当に厚みとインパクトすごいんだけど、こんなに分厚いんだけど溶けんのよ。僕も一緒に食べます。すげえ、もうほぐれてるじゃん。ほぐれちゃいました。うわ、やわっか。なるほど、やわっか。うまー。持ち帰りも販売してて、俺前回持ち帰らせていただいたの。そのまんまね、こう湯煎して食べたりもしたんだけど、炙ったりすると自宅でね、あーこれだけね、また最高にうまい。うまい、これうまもう全部混ぜちゃいました。まあその方がいいんじゃない。野菜とか、それこそ味付け背脂なんかもめちゃくちゃうまいじゃん。うんうんうん、300g ペロッといっちゃうな。なんかでもボディーブローさんのラーメンって相当乳化してて濃厚ですけど、あんまり他のお店に比べても返し少なめとかしょっぱくないですよね。返し少なめにしてます、結構油も味がしっかりついてるし、だからがっつり濃厚なんですけど、あのあっさり感もあるんで、他のお店で本当に麺少なめにしたぐらいと同じ感覚でスルッとショーが入っちゃうっていうか、しっかりうまみ強いのに軽さがすごい。そうですね、うん、僕も好き、辛いの好きなんであれ楽しみではあるんですけど、ドキドキします。 いやでも本当うまいわこれ、うん、うまい。これは確かに太麺でもまた合いそうですね。違う。うわ、食いたくなっちゃうけどな。うめえ。合いそう。確かに合うかも。確かにこのスープ結構ね、脂感もあるから甘みもあって、胡椒合うかもね。うまっ。うまい。好みによってはね、あの辛めにして生卵と一緒につけたりとか、うん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 、それでも合うだろうし、唐辛子とかね、またいいっすよね。ちょっといい香り、唐辛子の合うと思うな。今回マエチンも今日合流した時に朝二郎系で撮影しますと、まあ、話をして、でコンディション整えてなかったんですよ。もう実際朝来た時、いや食えるかななんて話してたんですけど、僕と変わらぬ速度でペロッと食ってますね。同じようよかった。前回並盛りで絶対来るって約束したまんまちょっと期間空いて、はいはい、そういう時って大体この前並盛りって言ったんですけど、ごめんなさい、もう一回チャレンジでラーメンいいですかとかいうタイプなのに、並盛りでよかった。でちょっと改めてまずね、1杯目お互い、ラーメン完食させていただきましたので、ごちそうさまでした、はい、ということで、そしたらこの後はじゃあちょっと激辛
混ぜそばお願いしていいですか。そしたら激辛でございますね。いや俺結構今チャレンジメニューと同じぐらい緊張してるよ。あ、本当ですか。結構ね、俺も言われるじゃん、激辛というか辛いもの割と強めで好きだからさ、中本さんでもやっぱ北極の10倍とか食べるじゃん。あ、いろんな方にそのあれって辛いですかとかいろんな人に聞かれることがあるけど、辛くないって言うと辛い人の辛くないは信用できないとか、いやそれを信じて食いに行ったら、いや辛いじゃないですかって言われることがあるの。俺でもまあでも北極10倍辛いなと思うのに、北極10倍なんか全く辛くないよっていう方が作ったもので、あの全く辛くないって言われたから俺は信用してない。まあ信用できないですね。でもやっぱベースが美味しかったから、しっかり辛くても美味しさは味わえると思うんだよね。ただでもその大食い業界でいうと、ゾウくんたちがやってるチャンネル、あのカメラマンさんとか4人でやってるチャンネルがあるんだけど、そこで食べた時には結構みんな辛そうにはしてたよ。おでも一杯あのちゃんと背脂で今コーティングされたんで多分大丈夫かな。言葉数減ってますもん、ね、ぼーっとどっかを見つめてる顔してますよ。激辛ってさ、デカ盛りと違ってデカ盛りはこう量が上がるからいけるかいけないかってなんとなく想像つくけど、激辛、系はそう食ってみないことには分かんないからさ。あ、なるほどね。すごい確かに心配です私。ありがとうございます、いただき。ということでですね、ただいま今夏季限定ということで販売しているこの冷やしの激辛まぜそばですね、完成しましたということで、早速これちょっと食べていこうと思うんですけど、もちろんこれチャレンジメニューではございませんが、まあね、動画で分かりやすいようにということで、まあ、どれぐらいで僕が完食できたってことも測りながら食べていきたいと思いますので、早速じゃあちょっと、はい、いただきます。でもなんか匂いで言うとサルサ系っぽい感じはしますよね。めっちゃ赤いですね。すごい、あのソース超えて固体というか。わ、すごいこれ、うおー。真っ赤ですね、すごい。多分ね、カメラ越しだと鮮やかな赤だと思うんですけど、実物はね結構ね、あのグッとしっかり黒みも帯びた赤というか。すすれるかな、すすったらやばい。まあ一回すすりましょう。うん、あ、めちゃくちゃ甘いかも。え、あ、でもめちゃくちゃ辛いかも。でもあの重たい辛みっていうか、やっぱりこう冷やしだし、さっぱりとしたその青唐とかそういう系の辛みだから、抜けはものすごくいいですね。しかもこんだけ唐辛子入ってても苦くないというか、しっかりと、うん、あ、でも美味しい、あ、美味しいかも。美味しいですねこれ。うん、商品名は混ぜそばですけど、味わいで言ったら激辛 あの冷やし中華みたいな、麺もシコシコツルツルしてるし、でこの油感とこの揚げ物感とかいい感じに相まって、洋風の激辛冷やし中華みたいな感じで、うまいよ。しっかり辛くてもその ごま油感というかラー油感というか、そこも残ってるんで美味しいですね。あ、うまいかも、めっちゃうまいですね。僕好きですねこれ。笑顔が戻ってきた。うん、本当に油の甘みというか、そのラー油とかごま油の甘みとかコクもあるから、ただ激辛なんじゃなくてちゃんとうま辛というか、まあ、中本さんの北極の10倍より気持ち辛いかなぐらいで、いや本当にそんな、俺は絶対食えないですよ。北極10倍も食う。ちょっともうすぐ麺なくなるんでライスお願いしていいですか。すごい、本当にすごい。うん、うまい。そしたらただいまですね、こちら今もう麺はね、もう全部完食しましたので、この麺完食した方限定のこちらですね、はい、オイライスを最後締めに、多分ね、このオイルライスで一気に辛くなりますね、あったかいのが入ってくると。うでも、いや絶対うまいと思うなこれ。うわ、うまそう。でも、ね、辛いものが苦手でも見た目はこうそそられるでしょ。そう、そそられる、うん、なんか間違えていっちゃいそう。一口つって、一口いっちゃいそう。なんかあの食べるラー油みたいな感じだから、見た目は。そう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 。じゃちょっと、追い飯いただきます。めっちゃうまそうだけどな。
対お目にするべきですね。めっちゃうまい。めっちゃうまい、本当に。フライドオニオンのこの油感とか、あとはそのラー油も染み込んでて、この爽やかな辛みの感じに、あったかいご飯が加わるとね、よりまろやかになるかもしれないですね、ご飯入れた方が。うん。うまい。食べてる姿はめっちゃうまそう。ただあの感じくらいしないでもらいたいけど、多分ごく激辛よりは全然辛いと思うですよね、うん、まあ、うまいかも、うまいかも。あ、でも余裕で完食できる。すごい、うん。今口の中の感覚で言うと、多分辛いのが苦手な方のピリ辛食った感じ。ああ、ピリピリするけど食べれる、美味しいっていうぐらいの感覚を今味わってるぐらい、うん、めちゃくちゃ分かりやすいです、うん、ちょっと改めてごちそうさまでしたということで、鼻水やっぱ出ますね汗とかは出ないけどということでですね、ただいまこちらまぜそばはですね、追い飯まで完食させていただきまして、まあ、チャレンジメニューではないですけれども、一応いただきますから完食まで9分と14秒ということで、本当にメニュー名では激辛っていう感じで、もうポスターもねチャレンジメニューぐらいもうおどろおどろしい感じになってましたけど、しっかりとね美味しいメニューになってました。で本当に追い飯もこっちからお願いしたくなるぐらいうまかった、うん、とは言っても、多分例えば一番有名なところで言うと中本さんの北極、これが通常の辛さで、いや結構辛いなって思う人はちょっと無理かもですよね。あの北極を食べて全然まだまだ増せるなみたいなぐらい辛さが強い人であれば、美味しくピリ辛だなと最後まで食べれるかなと思います。まあ、おそらくねこの、まあ、夏場、動画公開した後もまだこのメニューも販売していると思いますし、今ねもうすでに試作で秋冬の方に向けて新たな、激辛の方のですねメニュー開発もされているということなので、チャレンジメニューではございません。無理をせずに食べられる人だけね美味しく食べに来ていただければと思いますし、もちろん辛いものだけではなくてですね、僕まあ、きんと最初に食べたこのラーメンね、めちゃくちゃうまいです。あとは僕が食べたのは油そばだけですね。ちょっと次激辛来るときは油そば並盛りと激辛のメニューとね両方食べに行きたいなと思いますので、ぜひですね今後もこのボディーブローさんの新しいメニューや既存のメニューですね、まだ紹介してないメニュー見たいよって方は、チャンネル登録ですとか今回の動画良かったらいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。ということで今日はこんな感じかな。そうですね、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょうお疲れ様でしたごちそうさまでした。ごちそうさまです。はい。